お、女の子。対象ユニオンと認識。消失目視不能。魔素流動値計測確認。フェーズポート判定。何が？君気をつけて。ちょっと待って。ちょっと待って、やめてくれ。これ以上やったらこの人死んじゃうよ。もういい加減にやめ。障害を認識、排除を実行します。お願いだ、やめて。誰かが傷つくの見たくない。戦闘行動終了。対象の機能停止。交際称号確認。スクリームゾート断定。はい。現在閉鎖トック内により通信不良。申し訳ありません。再度お願いします。了解。対象は収容部隊に引き渡します。いえ、そちらのディスカバーコールは未確認です。了解。任務変更を確認。機関データベース照合の上、直ちに向かいます。ただいま。頭が痛い。さっきの一体何だったんだ。素直に警察に行った方が良かったのかな。でも、なんて話したらいいかわからないし、気がついたら誰もいなかったし。ああ、おかえりなさい、トウヤちゃん。今日はアルバイトずいぶん遅かったね。お客さん1時間もトウヤちゃんを待ってたんだよ。ひなた、それどころじゃないんだよ。ありのままさっき起こったことを話すよ。って、僕にお客？うん。こんな時間に？ボロボロだよ。それじゃあお客さんに失礼だから早く着替えてきて。そこ痛い。押さないで、ひなた。お待たせしちゃって本当にごめんなさい。トウヤちゃん、お洋服着替えてたから。ひなた、話聞いてる？信じられないと思うけど、僕変な男の人に襲われたんだよ。それで服がボロボロになって、女の子に蹴られて。はいはい、また転んじゃったんでしょ。怒らないから大丈夫だよ。いや、はいはいじゃなくてさ。ほらほら、お客さん、あんまりお待たせしちゃ悪いから。いや、こんな夜遅くに僕に来客って、どうせアキラで。お邪魔してます。なんで君が。日向、気をつけて。この子がさっき。何言ってるの、トウヤちゃん。だからこの子が僕をその変な男の人から助けてくれたんだけど。って、あれ。ああ、そうだったんだ。それはそれは、どうもありがとうございました。いや、そうだけど違う。この子はその僕を襲ってきた人を。かなりトウヤを襲撃したユニオンは
無事収容されました。ユニ収容？はい、対象の機能停止を確認後、ミツルギ機関本部へ報告、収容部隊へ引き渡しました。ミツルギ、それに収容って、君は一体何者なんだ？個体認識の故障ならば、私は S と呼ばれています。 S？ ふーん、 S ちゃんって言うんだ。いい名前だね。ちゃん、いい名前。説明を要求します。え？説明？その、あれ、またお客さん？ひなた、この子は僕が相手をするから。え？あ、うん、はいはいはい、今参ります。どうして君がここにいるんだ？任務です。任務？はい、しかるべき措置が済むまでカガリ東野を監視、緊急時の場合その身柄を拘束せよとの命令を受けています。監視？拘束って、え、どういうこと？権限が与えられている範囲であれば回答可能です。ちょっと待ってよ、そんなこと言われたって、一体全体何がどうしてこうなってるのかさっぱりわからないよ。要点をまとめた上で質問していただけますか？だからそんなこと言われたって困るよ。いいから帰ってよ。それはできません。なんで？私が受けている命令と合致しません。君はどうしたら帰ってくれるの？しかるべき措置が済むまでカガリ東野を。それはもう聞いたよ。他に質問がなければ任務を続行させていただきます。他にって、僕結局何も質問できてないよね。では改めて質問をどうぞ。何なのもう。じゃあ君は何してる人なの？私はミツルギ機関所属の対能力者部隊スレイプニールの兵士です。兵士って君が？そんなヒラヒラした可愛い格好で。私の装備についての質問は上司にお願いします。上司？随分素敵な趣味をお持ちで。って違う、そんなこといきなり言われて信じられるわけないでしょう。先ほど閉鎖特区内でご覧になった通りです。私は通常ユニオンの拘束を主な任務としています。閉鎖特区で拘束？僕を襲った？はい、先ほど収容したのはコードネームスクリームゾーです。スクリーム、なんだって？本名は上泉五郎、男性28歳、職業は市役所職員。2ヶ月前市立病院の皮膚科を受診、担当医にドライブを使用した後逃走。事件の報告を受けた機関によってユニオンと認定されました。ひょっとしてその人、変死事件と何か関係あったりするとか？変死事件については不可解な点が多く、現在情報収集を行っています。ただし関係しているとすれば別のユニオンと思われます。さっきから言ってるそのユニオンって一体何なの？ユニオンとはドライブと呼ばれる特異な能力を発症した者の総称です。対象に精神干渉を引き起こす結晶状の自傷機構、通称クリスタルの発生が見られ、その影響によって発症者の攻撃性が増幅される病気です。ちょっと待って。症状が進行することで重篤な精神汚染に陥り、周囲の人間に対して無差別にドライブを行使するようになります。その段階はフェーズ1からフェーズ6に分けられ。もういいからちょっと待って。君、いい加減にしてよ。何言ってんだか全然分かんないよ。もうダメだ、頭が全然まとまらない。落ち着いてください。この状況で落ち着いてられるわけないでしょう。ひなたは何してるんだろう。ずいぶん遅いけど。
話ししてるところごめんね。トーヤちゃんを訪ねてまたお客さんが来ちゃってるんだけど。また僕に？うん、なんとか機関ってところから来たって人が玄関に。でね、さっきお茶が切れちゃってどうしようかなって。これはこれはなかなかのお住まいですな。ふんふん。あ、お待たせしちゃってごめんなさい。あ、そういえば喉が渇いたな。すごくお茶が飲みたいな。あの、申し訳ないんですが、早急にお茶をいただけますかね。はい、トーヤちゃん、そういうわけでちょっと出てくるけど、すぐ戻るからお客さんお願いね。いや、民間人には聞かれたくない話をするつもりだったので、ちょうどよかったですね。おい、民間人宅だと分かっているなら、少しは控えたらどうだ。まったく無礼な。それはずるいな。ずるいだと？そうですよ、さっき僕を出汁に使ったじゃないですか。なんだと？どういう意味だ？だって僕だけに名乗らせたじゃないですか。あんなものは一人名乗れば十分だろ。いえいえ、僕は機関の人間ですけど、メイさんは天の矛坂の人間じゃないですか。なら個別に名乗るのが筋ってもんでしょ。浜の矛坂と機関のこれまでの関係を考えれば、私が改めて名乗る必要はなかろう。逆に話がややこしくなる。まあそう言われりゃそうですけど。本当にそんなつもりだったんですか。こんな大体だな。こんなところまでわざわざ私が来る必要などあるのか。お前がネチネチとしつこく頼むから来てやったんだぞ。ん？聞き捨てなりませんね。僕がいつネチネチしつこく頼んだって言うんですか？え？何時何分何秒？地球が何回も。あの。あーっと、これはこれは大変失礼しました。カガリ、トーヤ君。失礼ですけど、あなたは。ああ、申し遅れました。僕、こういうものです。はい、名刺。あ、護研機関新横崎支部第7研究所所長宇丸総一郎さんと。これは失礼。僕、三剣機関より参りました宇野丸総一郎と申します。ああ、これでも一応所長なんぞを務めております。いや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 、たまたまですよ。たま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 僕の論文がですね、三剣機関の上層部に認められてしまって。いやー、ほんと運が良かったんですね。あの、今三剣ってそれってその子の。ああ、 S 先にお邪魔してたんだね。いい子だ。やっぱり、もしかしてあなたはその S って子のジョーシーですか。はい、そうですが何か。いや、何かじゃなくて、早くその子を連れて帰ってください。それがそういうわけにもいかなくてですね。どうしてですか。それにこんな夜遅くに3人で突然押しかけてくるなんて、どう考えたって怪しいしおかしいですよ。
まあまあまあ、すぐに済みますからね。ちょっと待って、かがりくん。ほら、しかるべき措置、それが済んだら僕らは帰りますから。そのしかるべきって一体何のことですか？それに監視って。まあまあ、慌てない慌てない。 S、 その後はどうだい？現在までディスカバーコールは検知できません。あ、そう、そいつは残念。でもまあ、一応ちゃちゃっと身体検査やっちゃいましょうか。 S、 頼む。え、身体検査って。了解。どういう、うわ、何するんですか。ちょ、やめて。おとなしくしてください。どこ触ってるの、やめてってば。うわー。